はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきます。今回は、また芋焼酎ですね。芋焼酎の伊佐錦のワンカップのやつが、ですね、3年前にですね、どこだっけ、山屋だっけ、山屋だったかで、まとめてね、こういうワンカップ系をね、まとめて買いまくったんですけど、よくよく考えたら飲んでなかったんで、ね、そろそろ消費にかかるかってことで、ね。まあ基本的にですね、芋焼酎は、どうやら、腐る成分が入ってないらしいので、ググったところによると腐らないと、らしいんで、まあ、大丈夫だと思いますが、開封してから、ですね、しばらく経つとですね、風味が飛ぶということなんで、まあ、ね、ということです。こちら、大口酒造株式会社。原材料がさつまいもと米麹。アルコール度数25度。容量が 200ml。で、これ、詰め口年月日が、11年の7月15日だから、4年前。4年前に詰められたもんですね。かなり、ずっと飲んでなかった。ずっと飲んでなかったですね。まあ別に飲んでなくても風味は変わんないということで。なんでね、問題はないと思います。それじゃあ飲んでいきましょう。乾杯。黒伊佐錦は飲んだことあるんだよね。いや、黒伊佐錦もまだ全然飲んでないんだよ。あんまりね、最近芋焼酎が、飲むことがなくなってきた。ウイスキーばっかだから。あ、甘い。あ、甘い、これは。あ、甘い。あ、甘いわ、これ。伊佐錦。伊佐錦と。まあ、伊佐錦、伊佐って書いてあるなんで、まあ、かなり、伊佐地方っていう、ね、の焼酎、芋焼酎ということです。が、確か、まあ、でも基本的に伊佐錦と黒伊佐錦がメジャーってとこでしょうか。それ以外はほぼ俺聞いたことないです。イサマイとかって書いてあるけど。イサマイ。あ、こちら白麹仕込みの、まあ、イサニシキ。黒イサニシキの白麹バージョン。愛され続けて45年、白麹を使用し、一般的な素直な香り。爽やかな口当たり、スッキリとしたうまさのイサニシキです。黒伊佐錦に比べるとちょっと香りが強いですね。で、ちょっと癖が強めのような気がする。で、甘みも強い。黒麹系のやつって大体おとなしいんだよね。味がね。広がりがおとなしいんだけど、逆にその、なんかこう、水っぽいっていうか、なんかこう、癖のなさが良かったりするんだよね。で、飲みやすいんで、芋っぽさもあんまりそこまで強くないから、初心者の人には、芋焼酎をこれから買うよという人はね、まあ、まずどこでもコンビニで売ってるからね、芋焼酎なんてね。ただ、まあ、コンビニでどこでも売ってて、売ってる芋焼酎っていうと、それでおすすめっつったら、黒麹のやつっていうと、だいたい黒霧島になるんですけど。
まあ、黒霧島でしょうな、おすすめ。初心者の人はね。伊佐の恵まれた、自然環境、良質の水と厳選された原料で作られています。焼酎といえば、伊佐錦というほど定番の焼酎です。それ自分で言っちゃう？それ自分で言っちゃう？それ。それ自分で言っちゃうか。そうか。そうなのか。まあでも結構美味しい。うん。黒霧島とかもね、あの黒麹のやつも美味しいんだけどね。なんか物足りなくなるんだよね。あのだんだん芋焼酎がね、こう慣れてくると。なんかこう、うん。香りとかも。味のこの強さっていうか、芋っぽさも、あの、黒よりかやっぱ白の方が強いんでね、うん。確かに黒麹のやつはロックで飲んだりするとすげえ水っぽいから、ほとんどなんか、あの、癖がなさすぎて、なんだこれってなるんですよ。逆に。は飲みやすいって言うのと同時に、なんだかなーって、いうのはある。でですね、関係ないんですけど、最近ですね、なんか、酒を飲んだ次の日に、今2日連続でなんですけど、ゲロを吐いてしまいましてですね、職場でいきなり、気分が悪くなって、その場で嘔吐した、ですよね。で、まあ、その日は確か、ウイスキーその日はっていうか、ウイスキーその日の前の、寝る前に大体いつも酒飲んで寝るんですけど、ハイボールを3杯。45cc。メジャーカップで、いつもあんまり飲みすぎないようにって、このメジャーカップで 45cc で1杯作るハイボールを3杯飲んだんで、45で、90の 135ml ウイスキー飲んで、で、その後に、確か、あれですよ。黒島美人を、ね、ちょこっと飲んだ。ちょこっとっていうか、ツーショットぐらいか。ツーショットぐらい、動画で撮った日なんですけど、その日に、ゲロってですね、びっくりした。ね、皆さんもね、多分芋焼酎って結構やっぱり、あれなんだろうね。残りやすいっていうか、ね。結構飲みすぎるとね、すぐ来ちゃうんで。ウイスキーは多分大丈夫。俺の感覚でいくと大丈夫。なんだけど、芋焼酎はね、結構やっぱり悪酔いがね、しやすい。まあ、大体ね。あと、日本酒もそうだね。あとあれですね。で、次の日に、次の日もゲロったんですけど、その日はちょっと自分で気分悪かったんで、トイレで指突っ込んで吐いたんですが、何飲んだんだっけな。次の日何飲んだんだっけな。あれだ。ホッピーの、3本セットを、
動画で撮った時だ。だから3本、ホッピー3本飲んで、3本飲んだから、焼酎の香類を 110×3 だから 330ml 飲んで、で、その後に確か、ウイスキーのストレートを適当になんか、飲んで寝たんだけど、あれも多分飲みすぎなんだ。確かに飲みすぎ。その日は大体飲みすぎっていうのは分かった。もう、25度のね、やつを、これ1カップで200ぐらいなんで、200なんですけど、330飲んだんですよ。330。ホッピー。プラスホッピー3本飲んで、ホッピーにも一応アルコール度数はあれ 0.8% 含まれてますからね。3本飲んで、その後に、さらに、動画の撮った後に、生放送でニコ生やって、それで適当にストレートで、ウイスキーを飲んでたんですけど。あの日はね、確かにね、なんとなく自分でもわかるんだけど、やばいなとは思ったんです。なんだけど、なんかね、納得いかないのがね、ウイスキーの 45cc のハイボールを3杯飲んで、で、あと、黒イサニシキ、じゃねえ、黒、島美人を飲んだ時なんですけど、あれでなんでよ、ゲロったのかなって、しかもいきなりですよ。立ってて、気分悪くなって、うえーで、べちゃべちゃーって。で、幸い、人はいませんでしたので、誰もいなかったところで、吐いて、で、まあ、片付けたわけなんですけど、びっくりした。ただ、どちらもですね、胃には何も入ってなかったようで、なんか、酸っぱい胃液だけ出ましたけどね。これ朝ね、朝食は牛乳一杯しか飲まないんですよ。なんで、ほぼ何も出なかった。胃液しか出なかった。まあまあまあ、皆さん飲みすぎにはね、特に芋焼酎、あと日本酒。まあ一番やべえの日本酒だな。日本酒ってだいたい度数15度ぐらいあるでしょ。こっち25度でしょ。芋焼酎25度なんですけど、その分飲めると思うじゃん。度数がさ、芋焼酎とかやかさ、低いからさ、まあウイスキーとかも40度あるからあれだけど。ウイスキーはでも蒸留酒だからね、あれ。あれはウイスキーは蒸留酒。だよね。ウイスキー蒸留酒だよね。じゃあ蒸留酒は大丈夫なんですよ。簡単に。蒸留酒だから。一応ね。うん、まあ、蒸留酒です。蒸留酒なんで、蒸留してるんで大丈夫なんですけど。そこまで、度数、40度にしては大丈夫なんで。だから、同じ度合い、その日本酒だったら、15度だから、ウイスキーの分、40度分飲む。40度分、だいたい、3倍近く、2.7 倍か8倍ぐらいか。2.7 倍ぐらい。飲むと、じゃあどっちがきついかって、どっちがやばいかっていうと日本酒の方がやばい。やっぱり。日本酒は蒸留酒じゃないからね。蒸留されてない。ので、雑味が多いんで、次の日に残りやすい。上に割り酔いしやすい。で、芋焼酎は、蒸留はされてるけど、連続式蒸留じゃないか、一回しか蒸留しない。ですよね。うん。
風味を残すために、連続で蒸留しないから、まあ、やばいと。そこまでやばくはないけど、まあ、それなりにやばいと。結構、半分ぐらい、まあ、大五郎とかに比べると、だいぶやばい。大五郎とかは2回、3回蒸留するからいいんですけど、芋焼酎1回しかしませんので、ね。その分その芋の風味とかはつくんだけど、一緒に雑味が入るから、まあ、うん。あんまり良くない。まあ総合的に見て日本酒が一番やばいですけど。日本酒が一番酔いやすい。酔いやすいとか悪酔いしやすい。次の日に残りやすい。なんでね、皆さんもね、まあ、気をつけてください。ということで、まあ、甘み、香り4つ星ぐらい。これは結構、芋焼酎好きな俺にとっては結構美味しい。普通に美味しいっすね。うん。香りもすごい強いんで。うん、むしろ黒いサニシキよりかは美味しい。3、4、5、4です。ご視聴ありがとうございました。